どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、なっつです。厳冬。本日は工場ガチャ、ゴールドコアを使う通常ガチャですね。このガチャには実は隠し天井があるっぽいので、そこについて今回は簡単にお話ししていきます。まずはゴールドコアを使う工場ガチャの仕様なんですけど、こちらご覧ください。10連で SR 以上が確定。 そして80回が天井になっていて80回回すと SSR が一つ確定っていうのが基本的な仕様になると思います。80連で天井ですね。なんですけど実は80回のタイミング以外にも隠し天井があるようです。まず一つ目、これはほぼ確定の情報なんですけど30連ぐらいのタイミング。 自分の場合は21回から31回のところの10連で SSR が1体出たんですけど、この30連ぐらいのタイミングでの隠し天井はバグとかではなくて仕様っぽいです。ディスコードで公式の中の人がこの隠し天井のこと言ってたんですよね。なので30連ぐらいのタイミングでの隠し天井はほぼ確定なのかなと思います。ただ、これはおそらく常に適用されている仕様っていうわけではなくて、初回30連限定の隠し天井だと思いますのでご注意ください。 そしてもう一つあるんですけどこれは確定ではなくて噂の息を出ないものにはなりますのであらかじめご了承くださいそのもう一つの隠し天井の噂があるのが60連ぐらいのタイミングちょっと調べてみたところ30連ぐらいのタイミングで SSR が1個そして60連ぐらいのタイミングで SSR がもう1個出てる方が結構多いようです自分の場合は61連目のタイミングで SSR2 個目が出ました ただ60連ぐらいのタイミングで SSR が来なくて70連ぐらいのタイミングで SSR が来たっていう方もいるので60連ぐらいのところに隠し天井はないと思うんですけどそれくらいのタイミングで2個目の SSR が出てる方がすごい多いっていう現状にはなってます。 今回はあくまでもゴールドコアを使う工場ガチャの初回80連のお話ではあるんですけど最初の80連で SSR が2個から3個は確定で入手できると思いますのでとりあえず初回の80回はある程度安心して弾けるのかなと思いますよかったら皆さんがこれくらいで SSR 出たよっていうのをコメントで教えてくださいはい、ということでざっとご紹介させていただいたんですけどもいかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします そして概要欄にツイッターもありますのでそちらのフォローもよろしくお願いします。それではまたバイバイ。